アの全ての人よ。誰もが待ち望んだ英雄がついに現れた喜びを分かち合おう。カオスの絶望を断ち割って希望をもたらす光の戦士、輝かしき勇士に半歩と喝采を。偽物か。素晴らしい戦いぶりだ。人々の声援が君に勇気と力を与えた。知らなかったな。実感がなかろうと君は無数の人々から願いや祈りを受け取っている。光の戦士に希望を託した一人一人の思いが君と共にあり、君の旅を見守っている。そう、王女の思いも。お守りです。悔いのない戦いを。セーラ王女は他ならぬ君にパラミティアを救う希望を託した。光の戦士はカオスを倒し、王女は彼の妻となる。王女は君の勝利を願い、君の帰還を祈っている。さあ光の戦士よ、王女の思いに応え進むがいい。手紙か。セーラの字だ。これだけ？だな。そっけないもんだね。前のはあなたのセーラより愛するあなたへだったのに、あっさりしすぎで寂しいんじゃない？さあな、長い手紙をもらっても困る。そうね、あなたはそういう人。多分王女は気づいたのよ。どれだけ思いを綴ってもあなたには伝わらない。俺に？例えば王女が心から愛していますと書いたとしても、あなたには信じられないし、むしろ迷惑だと思うでしょ。決めつけか。ごめんなさい、つい考えてしまったの。好かれていないと気づいていたら彼女がかわいそうだから。光の戦士はカオスを倒し、王女は彼の妻となる。予言を実現する気はある？カオスを倒すのはともかく、セーラとのことはな。けれど予言に逆らえばあなたは命を狙われる異端者だとすれば、セーラはあなたを守ろうとして。光の戦士はカオスを倒し、王女は彼の妻となる。またその話か。そう、あなたにその気がないことをセーラも気づいているとしたら、王女との結婚を拒むなら、あなたは予言に背いた異端者としてパラミティアシステムに殺される。だからセーラはあなたを守ろうと、光の戦士と王女とが予言通りに思い合う見せかけの愛を演じているとしたら。俺を守るために？好かれていないと気づいていながらあなたに微笑みかけていた。なんで、なんでそこまで俺のことを？希望を託したんだと。パラミティアを救う光の戦士はあなたしかいないと信じてかけた。さすが王女だ。人々を救うためにって理屈で
好きでもない俺を利用したのか。そしてあなたも救われた。彼女が演じてくれたおかげであなたは異端に落ちずに済んだ。斬新な推測だけど何の証拠もない。それならセイラがあなたを好きではなかったという証拠は。光の戦士よ、王女の愛を疑うのか。心から君を慕うセイラ王女の思いになぜ気づかないふりをする。俺はひねくれ者なんだ。君はひねくれ者のようで身も蓋もなく裏表がない正直者だ。さほど好きでもない王女から好意を寄せられてもただ迷惑だったのだな。そこまでは言ってない。光の戦士と王女が結ばれる予言は実現しそうにもないな。だったら俺は異端者か。ここまでたどり着いた君を異端者として疎う者ならセーラ王女が報われまい。好かれていないと悟りながら君を思う役割を演じたのだ。もし彼女が君を愛していたならどれほどの悲しみだったろう。悪かったな、悪かったな。見たまえ、愛する君の勝利を信じ王女は希望を胸に。黙ってろ。お守りです。好きでもない俺を相手に予言通りの役割を演じることしかできなかった。うつむいて歩く者を希望の光は照らさない。前を見据え高みを目指してこそ光の戦士。その勇姿が人々に希望をもたらすのだ。さあ天を仰ぐがいい。カオスの方向が嵐を招き災いの風が吹きすさぶ。風に宿りしカオスの呪詛、すなわち風のカオス。手を振って答えてはくれないか。その気になれればな。そう、全ては君のその気次第だ。どうしてもその気になれなければここで引き返しても結構だ。急に人を甘やかすんだな。あとは君の決断に委ねる。君自身の意志で戦うのでなければ意味がない。君なら進んでくれると信じている。まあ信じるのは勝手だ。こっちはあんたを信じてないの。知っている。君には信じるものなどない。ボイスに言われた。俺に戦う気がないならここで引き返してもいいぞ。覚悟を決めろということでしょうね。世界があなたに期待しているから、半端な気持ちで戦って死なれては困るのよ。お優しい配慮だな。俺は予言からすれば。セーラ王女とのことで。俺はひどかったんだろ。ひどいのはこの世界よ。あなたもセーラもそうするしかなかっただけ。私の大事な人を死なせた。
残酷で希望のない世界。それでも守りたい世界だから。分かった。大丈夫。たとえ予言に背いても心に本物の光があれば誰もが光の戦士になれる。異端の私でさえきっと。それはあの人が残してくれた希望。これは。光の戦士はカオスを倒し、王女は彼の妻となる。予言通りに繰り返された希望の物語。こいつも予言の小道具か。気づいていたはずよ。セーラは王女。カオスに怯える人々を励ます、光の戦士の物語を演じることも王家の務め。予言通りの王女を繰り返し演じて戦いへと送り出した。送り出された奴らの末路がこの墓場だ。あなたの前に多くのブランクがいた。セーラは彼らの一人一人に希望を託して見送った。何十年か、何百人か、何十年か、何百年か、何百年。そうか、セーラは人間では。この世界に役割を背負わされた哀れな人。救ってあげられるのはあなただけ。なんだそれ、意味がわからない。なんでそうなる。わからない、そう思えるだけ。だってあなたに宿る可能性は。可能性は無限だってか。明るいだけで中身がない、クソみたいなたわもだ。雑な言葉で背中を押すのがこの世界のやり方なら、俺は世界を疑い続ける。逃げるというのか、見捨てるというのか。パラミティアを、セーラを、お前が異端に落ちぬよう守ろうとしたセーラを。ああ、俺を好きでもないのにな。俺をその気にさせて利用するためだった。王家の務めを果たしたまでだ。この世界に予言が巡る限り、セーラは王女の役割に縛られる。救えるのはお前だけだ。あんたまで無限の可能性か。らしくない。変わったな。お前が変えたのだ。カオスに立ち向かうお前の姿が異端者の胸にさえ希望を植え付けた。お前ならこの歪んだ世界を変えてくれると期待していたもの。あんたの勝手な期待に応えて戦う理由は俺にない。理由がなくも作るまで俺を力ずくで従わせるか。あんた意外と単純だな。言ったはずだ、お前が変えた。今のお前に必要なのは敵としての俺だ。別に必要でもないが、散々大物ぶってたあんたと戦えるなら悪くない。誰かの言いなりになる気はない。あんたに予言にもだ。諦めるものか、諦めてなるものか。お前がカオスと戦うと決意するまで俺は倒れん。
希望が俺を支えている。希望の光。覚悟を決めてガーランドにとどめを。本気か。もう彼は敵でしかない。私たちの希望の敵。そうか、道理でな。メイヤ、あんたの役割は。光の戦士を支える魔女、希望を裏切る者を撃つ。なら俺が予言に逆らえば俺を撃つのか。あんた予言の言いなりか。え、まるでボイスだ。嘘、私は。何をくだらぬ戯言を。君の可能性が人を変えたの。脈絡もなく都合よく俺を戦わせるために。雑な物語だ。